ライダー・ヘシェダル、ライダー・ヘスジェドル、1980年12月9日隊は、カナダ、ビクトリア出身の自転車競技選手。ヘシェダール、ヘジダルなどとも表記される。祖父母がノルウェーからの移民という、ノルウェー系カナダ人。マウンテンバイクレースから、レースキャリアをスタートさせた。2004年、US ポスタルサービスと契約を結んで、プロ転向。本格的にロードレースへのキャリアをスタートさせた。2008年、ガーミンチポートレに移籍。2010年、自国、カナダで行われた第1回のグランプリシクリストド、モンレアルでは、初代優勝者の座を狙い果敢なレースを行ったが3位。だが、ベストカナディアン賞と敢闘賞を獲得した。同じく、カナダで行われた第1回グランプリシクリストド、ケベックは4位。2013年10月30日、マウンテンバイクレース選手だった2003年に、エリースロポエチンを使用したことを認めた。2016年シーズン限りでの現役引退を発表。総合首位ポイント勝部門第3位、第4位ステージのチームタイムトライアルで、区間優勝に貢献し、総合4位に浮上。第7ステージでは、区間5位に入り、同ステージ終了後、マリア・ローザに袖を通した。第10ステージで、区間優勝のホアキン・ロドリゲスに総合首位の座を明け渡したが、以後ロドリゲスとマリア・ローザ争いを演じた。大会初めての山岳区間となった第14ステージで、ロドリゲスに26秒の差をつけ、総合首位を奪回したものの、翌第15ステージでは逆にロドリゲスについていけず、わずか1日で、総合首位の座を明け渡した。その後、第19ステージ終了後に17秒差まで縮めたが、翌20ステージでは終盤になって、ロドリゲスに引き離され、この時点での総合タイム差は31秒だった。しかし、最終、第21ステージの個人タイムトライアルでは、34分15秒で、走破し、区間6位の好成績でフィニッシュ。対するロドリゲスは35分02秒の区間26位に終わったため、総合16秒の差をつけ、カナダ国籍者として、初めて、グランツールで、総合優勝を果たした。第7ステージ2位2014年は、不運なことが続き、目立った戦績がなく、すでに今大会でも、総合争いから脱落していた。逃げ集団に入ったヘシェダルは、最終局面でデマルキとの2人の勝負になりステージ優勝は、ほぼ確実視されていた。しかし、ヘシェダルはゴール直前のカーブで落ち車、彼のサーベロ RCA は、テレビ局のバイクに引かれて、復帰不能となってしまった。デマルキは徐行して、しばらく待っていたが、ヘシェダルが、復帰不能と判断して、レースに戻り、このステージを優勝した。ヘシェダルは、その後、チームカーからの台車に乗り換えて2位に入ったが、この時の RCA の動きの怪しさから、モータードーピング疑惑が浮上した。第14ステージ優勝モータードーピング疑惑が、盛んに報じられていたヘシェダルは、この日も逃げ集団に入って、積極的に集団を引いていたため体力を相当、消耗していると思われた。比較的大人数の逃げ集団は、最大勾配 28% にもなる、ゴール前の山岳地帯に入ると分裂した。ここでアタックをかけたヘシェダルに対して、それまであまり逃げ集団を引かなかったオリバー・ツァウグが、反応、カウンターアタックをして独走し、一時、ヘシェダルとの差を10秒まで広げた。しかしヘシェダルは、安定した走りでツァウグをかわして見事に優勝を果たし、モータードーピング疑惑を払拭してみせた。グランツールでは2度目のステージ優勝である。ありがとうございます。